RCD Espanyol Femeníは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県バルセロナに本拠地を置く女子サッカーチーム。RCD Espanyolの女子サッカー部門であり、1970年に設立された。2019から20シーズンはプリメーラ・ディビシオン・フェメニーナに属している。2010年のコパ・デ・ラ・レーナ優勝時1970年に創設された。スペインの女子サッカー界の先駆者的クラブの一つである。1989年にはコパ・デ・ラ・レーナで決勝に進出したが、アニョルガクックに敗れて準優勝だった。1996年にはコパ・デ・ラ・レーナで初優勝し、1997年には2連覇を達成した。2005から06シーズンにはプリメーラ・ディビシオン・フェメニーナで初優勝し、コパ・デ・ラ・レーナと合わせて2冠を達成した。2006から07シーズンには UEFA 女子チャンピオンズリーグに初出場し、グループリーグ敗退という結果だった。2009年、2010年、2012年にもコパ・デ・ラ・レーナで優勝している。2012年は6回目の優勝であり、レバンテ UD フェメニーノと並んで優勝回数歴代トップに躍り出た。2017年には、日本代表の品田彩来が加入した。ありがとうございます。